もうちょっと、あ、そうだね、これいいね、あ、いい感じ、うん、うんうん、かわいい、のらみちゃん、なんか肌荒れやば、あ、こっちだね。うん、右。いやー、暑い。あ、バンちゃんだっけ？うん。いやー、スミかっこいい。え、これがジョンウォンでしょ？あとはナムさんしかわかんない。テテ、あ、ソンフン様、アボルギュ、え、これ誰？リノ？近すぎる。ニッキー。これニッキーでしょ？え、これリノじゃん。そうだと思うんだけど、近すぎて。そうだね。え、これボンヌじゃん。あ、鑑定。目がめっちゃキラキラしてる。ねえ、ボムギュかわいい。あ、キリちゃん。ジミーちゃんもいる。あ、ヨンジュンが。そうだね。なんかさ、あー、かわいい、かっこいい。キョンチも撮った。あ、主任会もいる。せーの、お、あ、あ、え、待って待って待って、これさ、え、ホログラム入ってるよ、ね、あ、ほんとだ、ホログラム入って、え、待って待って、ホログラムさ、限定何十枚とかだった、嘘、すごいすごいすごい、え、サマちゃん、え、マジ、そう、ヒョンジンなんだよ、そう、え、マジ、引きがいい、あー、
見て、こんなでかいの買っちゃった。そう、なんかさ、これに一目惚れしてしまった。じゃん。誰かな。食べなくていいね。とりあえず乾杯しよう。乾杯。タコ食べれるかな。歯的に。うん、そう、歯的に。ちゃんと栄養取ってないんじゃない。でもさ、今実家暮らしでさ、今現代人の5人に1人、うん、3人に1人、うん、栄養不足って言ってたよ。あ、本当？うん、でもそれ一人暮らしじゃない。だからそこまで詳しいから、転職の人とか増えるんじゃない、とか過度なダイエットとか。あー、なんか全部当てはまるわ。